の食べ歩き、どっちが先に1万円食べきれるか。やろう。みんなのもんだ。こんにちは、俺たちのネタすんまい少女です。大河人検証です。おっくんです。検定です。はい、ということで今回ですね、 Uber Eats の家と外での食べ歩きこれでどっちが1万円先に食べきれるかの対決しましょう。はい、今回はですね、3-3に分かって対決を行います。はい、なのでヘルプで令和荘の検定にも来てもらってます。はい、お願いします。ルールとしては1店舗3000円以上はカウントされません。さらに1500円以上より高いものは注文したらダメです。 Uber は一度に注文してはダメです。食べきったら次の注文、それで巡っていってどっちが先に1万円食べきれるのかで対決したいと思います。いや、そして今回はですね、はい、Uber チームは渋谷チーム。なんかずっとなんか緊張してる。今回、Uber を担当するのは渋谷チーム、渋谷、おっくん、タイガの3人です。ありがとうございます。最強でしょ。最強っすね。最強です。そして食べ歩きチームは俺、KK、そしてケンテの3人よっしゃーと思います。で、終わった瞬間電話をかけて、先に電話かけた方が勝ちになります。それではどっちが勝つか最後までお見逃しなく。初めてやったのかチャンネルはそのまま。さあ、こっち準備は満タンよ。準備大丈夫ですか。はい、はい、できました。よーい、スタート。すごい下手だな。おーい。さあ、じゃあ頼んでいきますか。はい、はい、向こうはなんか遠足ばりにテンション上がってますけど遠足だもんな、ちょっとした。そうですね。これさ、早く届いた方がいいよね。早く届いた方がいいですね。マックが一番早い。じゃあマックいっちゃいますか。マジ。お腹が大変か。じゃあ丼物いっちゃう。丼物いっちゃいましょう。丼物でトッピングできます。おわ、お適当にトッピングしちゃうよ。はい、お願いします。トッピングして一品1293円。2つ頼みますか。1293円の丼を2つ注文しちゃいますよ。合計2586円。はい、はい、今注文しました。ありがとうございます。15分後。おー、早い。ちょうどお昼時ちょっと過ぎぐらいで、まあこの時間ただ混んでるよね、まだね。どういう作戦なんだろうな、あっちは。なんかいきなりステーキとか入ってそう。当たってそう。Uber って配達人が動き始めたらもう確定だよね。そうですね。でそれがこの画面の時はまだ分かんないのよ。まだ準備してますの画面があるんですよね。そう、このなんか料理のなんかアイコンがくる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 ってなってるやつ時はまだ分かんないの、この時は。はい、まずですね、作戦考えました。はい、店を探す前にコンビニ行って軽食を買って、そこでも消費する。さすがですね。そう、それでいい店を探す。頭脳チームはどっちかっていう話なんですよね。どっちも持ってますね、こっちは。そう、ノーアルタカは爪隠す。よし、行きましょう。そうだ、そうだ。さあ、ありました。1つ目、セブンイレブン。いいですね。ここでちょっと飲み物とか買って、はい、食べ歩きしながらいいものを、いいお店探しましょう。はい、ということで早速1店舗目、セブンイレブンでね、この3つ買ってきました。はい、さあ、それではケイちゃん、お値段の発表お願いします。3本で1659円です。稼いだぜこれペパリーゼ極みこれリポビタンロイヤルイレブン。僕強強だ。俺たちスタイリッシュ組絶対に勝つぞ。いくぜ、乾杯。目がギンギンになってきた。いや、目覚めた。カッとなりますね。じゃあ次の2店舗目行きましょう。なんか変なスイッチ入っちゃってる。やばいことが起きました。2時30分到着の予定が2時40分になりました。いやー、やばいねこれ。出たよ。チェーン店攻めで行った方がいいかもね。早くこの画面が地図にならないかなってね、待ってる視聴者さん多いと思うんだよね。Uber あるあるなのよ。今この画面でずっとなんか料理してくるくるして2時40分になっちゃいました。あ、画面変わった。地図になった。地図になりました。2時40分到着の予定です。頑張ってください、配達員さん。お願いします。お願いします。来た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 。来ました。はいはい、お願いします。来た。はい、注文したのがですね、こっちが北海丼にいろんなものをトッピングしてます。おー、うまそう。で、こっちがタクトロ丼にいろんなものを追加してます。2586円。よっしゃー。2586円。じゃあいただきますか。はいはい、いただきます。いや、でも向こうも食ってるよな。多分食ってますよね。うまっ。おいしい。うまっ。めっちゃおいしい。うん、ペロリだわ。でもやっぱ相手の状況見えないのって怖いっすよね。完食しました。僕も完食です。お疲れ様です。これ4回やるってことですよね。想像でお腹いっぱいなんでやめてください。完食です。やったー。
次注文しますか。はい、はい、もうこのままね、すぐ行きたいですね、うん、かなりここ飲食店多いんで、多いですね。そう、そんなに移動しなくてもね、見つかると思う、はい、あった、出ました、快活クラブコミックインターネット。そっちかい。そっちかい。いきなりステーキです。なんかいきなりステーキとか入ってそう、なんかいきなりステーキとか入ってそう。いきなりステーキ、単価高いんで、これ超えないように気をつけないと。確かにもう1500円超えてるのもあるもんな、うん、でもハンバーグとか良さそうじゃないですか。なんかステーキだと紙…あー確かに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 満腹チョイスやられるね、うん、確かに。さあしっかりアルコールで消毒して。いやもうやった後なんで。いやギリギリ攻めるんだったらこれ990で、あーはーはー、チーズハンバーグ3人限界。あ、確かにそれがいいっす。じゃあこれにしましょう、はい、税抜きちゃんと、あ、税込み、税込み表記 OK、 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 考えたら、ウーバーよりも嫌い可能性あるの。勝ちです。勝ちました。勝ちです。さあ、来ました。めっちゃ美味しそうだね。めっちゃ美味しそう。さあ、そしてたっぷりのチーズもついて、ギリギリを攻めた990円。うわ、いいね、うまそう。あ、うまそう。あ、でもセロリだ。ご飯もないから。確かに確かに、お腹にね、そんなにたまらないと思う。いや、これチーズいっちゃっていいですか。お願いします。うわうまそう。うまそう。最高最高最高。食欲とかれね。はい、みんな口開けて。あお花咲く。お花また。お花咲くわ。お花咲いたみたいです。うまいか。うまいです。ね、見開いてリンリンの歯が効いてきてる。あ、俺もね、ちょっと猫舌なんですよ。めちゃめちゃ美味しい。本当にうまい。ちょっと俺タバスコかけて辛すと食欲増しますわ。あれ、スープ効いてる。あ、わかりました。あ、全然水でもね。自分苦しめてます。スープいただきます。喉が焼けるってこういうこと。あー、でもうまい、うまい、うまいです。合いますね。なるほど。テントラスト早い。テントラスト終わりますよ。いったー。いや、テントあっさりいきました。で、もう2人もいきます。いや、失礼します。うわ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あっ、初めて見た鉄板に口つけてる。真似しないでね。ラストいたくちゃ。うまっすね。はい、ということで2店舗目いきなりステーキ食べ終わりました。3人で食べた合計が2970円。さあ、それで今までの合計はいくらでしょうか。4629円です。来ました。半分いってます、うん、楽勝ですね。楽勝だ。じゃあ3店舗目、はい、ちょっと探しながら行きましょう、はい、検索で今一番早いやつ、配達時間でマックですね。やっぱり食べたいやついきます。マックはそうですね、うん、どれも同じぐらいなボリュームな気するけども。じゃあ僕ちょっとは炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフに。うわー、美味しいやつや。私、月見いっちゃっていいですか。いいですよ。濃厚とろーり月見照り焼き。おぉ、はい、シンプルに、ま、スマイルも注文しとこう。はいはい、注文しちゃいます。お願いします。最近の月見始まってからちょっと待って、お支払い方法が拒否された。なんだこれ。ダメだ、お支払いできない。なんでだ、なんでだ。あ、ちょっと俺の行けなくなっちゃった。 Uber の弱点だったねこれ。ちょっと俺の携帯の方でちょっと同じの入れてちょっとやってみます。はい、お願いします。2590円。はい、来い、頼む。そんな値段こと。あ、でも配達が15分から25分になった。やばやばい。いけいけ。あ、あ、あ、入った入った。あ、ビッグ、危ない危ない危ない。出ました。ご注文を準備しています。今行きました。20分後で出ております。なるほど。なんか戦前はこっちがかなり有利なんじゃないかって言われてましたけど、なんかちょっとしたミス多いっすね今日。フィジカルチームだから。歩行者天国だ。歩行者天国。すごいすごいすごい。歩行者天国だ。だここら辺すごい店いっぱいあるから。え、歩行者天国久しぶりなんだけど。ねえ、こんな広いスペース。すげえ。うわあ、俺たちの撮影に合わせてすいません。ああ、封鎖した。封鎖したんですね。封鎖してくれた。どうですか。今ハンバーグ1個食べてお腹は。え、全然余裕だけど早めに行っちゃった方がいいなっていう。あ、そうですね。勢いで。コンビニ挟みつつ。確かに。提供時間がねゼロなんです。ゼロゼロ。セブン以外だったら行けるよね。うん、そうですね。あ、ファミマありますよ。行くか。さあ、それでは3店舗目ファミマ行きたいと思います。はい、ということで買ってきました、はい、こちらです。じゃじゃーん、3本行きました。はい、こちらのお値段が
1966円。ちょっと待って、これ俺ららしくないよ。俺らってやっぱストロングスタイルでもう圧倒的に勝つっていうのに、なんかちょっとひよってたわ。ひよってますよね。なんか必死になんか見つけたみたいな。なのでもうゼロでいきましょう。プライベートのすごじ、すごじですこれ脳幹で言ったらすごいってなる。いやもうそうですよね。じゃあもうプライベートでしょ。全然脳幹でいいです。脳幹脳幹それすごじゅんいいですか。いいですか。すごじゅん、じゃあこっちで、はい、プライベートすごじゅんはただのただの変態ですお待たせしました、ファンの皆さん、ついにです。久しぶりですね。かわいい。すごじゅんけんちゃん、ロイヤルケンちゃん、ユッキルナッちゃん、ミッカー決まりましたもう湯は満足じゃん急ぎましょうちょっと急ごう、急ぎましょう。無駄なしだわ。無駄だったなはい、はい、いや早かったですね。やっぱ早かった。さすがでございます。来ましたよ。ありがとう。さあ全て届きました。はい、アップルパイ、炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフ、はい、で濃厚とろり月見で照り焼き。あ、いいねこれ。黒ウーロン茶、うわいい。ミルク、え、答えがでかいや、そうだよ。L になるとこのサイズになる。え、あの紙パックだと思ってました。うん、うわヨーグルト、ヨーグルト食べていきますか。じゃあ、いただきますいただきマック。はい、じゃあトロリチキンバーガーいただきます。サムライマック、サムライマックマジ美味しいっすよね。うまい。でっかびっくりしたの、L って。うん、そうです、そうです、僕もドイツのビールのサイズじゃん、これ。うまっ。早っ、うん、ラスト。うん、早っ。アップルパイも行ってもらおうかな。いいっすか。もちろんです。おいしい。ラスト一口。早っ、うまい。かん、いや、完食。アップルパイ完食。ヨーグルトがゆっくり迫ってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、完食です。おしゃー、いただきます。ヨーグルト美味しい。ちゃんと全部入れました。これがね、めっちゃ冷たくて飲めれんのよ。はい、完食。きぃ、はい、飲みました。いや、もうタップじゃないですか。頭がキンキンする。ラスト一口。いい。ということで2店舗今行きましたが、合計いくらですか、金額。はい、5176円。おお、半分。半分です。お腹は半分ぐらい。いやもうね、8から9。8から9。8から9、9から10。でもそう考えると向こうも結構きついってことやね。いや、そうですね。きついと思います、お腹。お腹的には。じゃあちょっと注文しますか。しましょう、しましょう。さあ続いて、はい、モスありました。あ、モスは結構単価はまあまあいいんじゃない。さあモスバーガーやってまいりました。どうだろう、安く感じちゃいますね、なんか。確かに500円。いや、行くか。俺、じゃあこれ行くわ。スパイシーモスチーズとドリンク。そしたら1人700円ぐらい行くんじゃない。俺はとびきりトマト&レタス。じゃあ僕もこれもう1個行きます。 OK。 で、あと飲み物、これこれ行きましょう。行こう。これ M で3つ行けんじゃないですか。そうだね、確かに。はい、とにかくできました。こちらのバーガー3つと、はい、こちらのシェイク3つですね。金額が2580円です。お、いいね、いいね、いいね。食べきったら7209円。そしたらあと1店舗でクリア。いけるいけるいける。食べましょう。はい、どうぞどうぞ。自分は、はい、それじゃあいただきます。うまっ。メンバーさんのトマトバーガーいただきます。でかい。ケンプー待って食べてくれてます。このボード越しにね。うわ、これもね、下のマンゴーが濃厚で美味しい。これご当地混ぜるシェイクって言って、うん、コロナ禍で、うん、あの生産が激減してしまった、はい、その農家さんを応援する取り組みで、うん、こうご当地の果物を使ったものをやってるらしいです。このね、果肉のソースは濃厚で美味しいね。どう、ケンプー、いけそう。まだまだ全然大丈夫だと思います。ケント、昨日からこの日のために夜飯から抜いてますから、ね、夜から食ってないっていうストイックにやってます。調整してきてるの。お、いった、早い。ご飯、ご飯、ご飯、
俺もラスト1口。ケイちゃんもいった。ベランド系も完食です。これは飲みつつな感じでもいけそうですよね。食べ歩きだからいいんですよ、歩行者天国。いいんですよね、歩行者天国。だからそういう映像も見たいと思うんです、視聴者さん。なるほど。そこに考えて、この店選んでます。歩行者で、この場所もそれで選んでます。じゃあ歩きながら行っちゃいますか。行っちゃうか。行っちゃうか。チェーン店だとロッテリア、てんや、あとうな重。一番早いのはロッテリアです。ロッテリア、ロッテリア行きますか。俺これ行っていい？あ、どうぞどうぞ。え、エビ風呂なん、え、ブロッコリー入ってるの？子供みたいな。これブロッコリー入ってるの？大人はたしなんでください、ブロッコリーぐらい。いやでも健康にはいいのか。まあ行きましょう。エビ風呂サラダのエビバーガー。なんだこれ、初めて見た。これが一番高いですね。和風半熟つきみ絶品チーズバーガー。タイガーどうする？そうですね、タイガーなんかサイドメニューでも何でも。マジ？そんな甘えていいんかな。いつも甘えてるわけ。今回だけすいませんじゃないんですよ。3人でこうポンポンポンってくると、はいはい、目立つじゃないですか。5人なら薄まる。でもバーガーもう1台いけるかな。マジ？ギリシンプルな絶品チーズバーガー。そうだね。レッドグレープフルーツの CC レモン。じゃあカフェラテいきましょうか。チキンカラーアゲット3本入り。はい。おお。あ、いいじゃん。あ、いいですね。2710円。おお、すごい。じゃあこれいきます。押しました。よっしゃ。さあ、ということで飲みつつね、移動してお店を探したいと思います。ただこれ飲み終わるまでは次の店は買えません。そうですよね。で、一個ね、面白い専門店あるんですよ。春巻き専門店あるんですよ。へぇ、そうなんですよ。まあそこは食べ歩きには向いてるからっていう。気になる、食べたい。あ、出てきましたよ。すげえおしゃれですね。ね、なんかパッと見、あの食パン専門店みたいな。確かに、東京春巻き。へぇ、これ結構視聴者さんもね、気になるんじゃないかな。まあ、ただ、残り約3000ドルをここで使えるかどうかだよね。ちょっと見てみようか。やばいやばい、お手頃。お手頃に見えちゃうな。でもこれ1個403だよ。生春巻きとかめっちゃいいじゃないですか。皆さん春巻き専門店の見たいですよね。わかりました、買ってきます。とりあえず飲まないと。そうだね。こう散歩しながらお腹も減らしつつ行けるっていうのが俺らの利点かもしれないですよ。確かに景色変わるのはいいね。はい、楽しい。普通にちょっとここまでして負けたくないね。負けたくないですね。どういう状況なんだろう今。確かに予想全然できないですね。ねえ、全く分かんない。電話してみます。一回入れてみようか。一回入れてみます。焦らしの電話。渋さんにかけますね、じゃあ。うん。え、KK から電話来た。待って、え、嘘。待って、やだやだやだ。もしもし、元気してる？はい、完食。あー、いやー、食べました。嘘つけ。終わりました。焦った、えが聞こえました。え、マジでマジでっていう。どうよ、調子は。いや、今順調ですね。もうそんなに頑張らなくてもいいかもよ。え、頑張ちょっと食を楽しむ形にシフトした方がいいかも。なんかそんな確かに頑張って食べようとかじゃなくて、うん、なんか美味しく食べるねみたいなのにもう専念してもらってもいいかもしれないですね。結論言うやついねえな。結論言うメンバーが一人もいねえんだよな、向こうに。じゃあ、まあ、うん、本当に楽しんで、はい、撮影。じゃあまたかけまーす。え、勝ちの報告じゃないの？何これ。え、偵察です。楽しむ方向でっていうのは、自分らがめちゃくちゃ遅いからゆっくり食べてくださいって。違いますよ。そんな、いやいや、俺たちちょっとプレッシャー与えてね、はい、今胃がキューってなっちゃったでしょ。なってますよ。お、ヒロルト。どうなんだろう。いや、まだ意外と行ってないと思う。行ってないと思う。うん、ま、かけた瞬間、兄ちゃんのえが、ね、あれはガチのやつで、うん、やばっていうあれなんで。あ、僕、なくなりました。おっと、やば、俺全然減ってない、やば。あ、お願いします。やっぱ早いっすね。巻いてくれてますね。10分ぐらい巻くね。いや、ただどうなんだろうな、向こうチームがこういう風に待ってる時間があるのかないのか。そうなのよ、向こうはやっぱ足で挽回できるから。その分ね、来たでー。こちらがカフェラテアイス。はい。で、これがレッドグレープフルーツの CC レモン頼んでました。で、これがチキンカラーゲット。これ3本で少ない。で、絶品チーズバーガー。これがちょっとでかいな、エビ風呂サラダのエビバーガー。これ初めて食べる。で、これが、和風半熟月見絶品チーズバーガー。じゃあ食べていただきますか。食べていただきましょう。食べていきますか。はい、いただきます。いただきます。うんま、これ果肉入ってる、うん、美味しそう。マジでいいとこのなんかホテルで出てくるジュース。これ絶品チーズの月見ですね。絶品チーズバーガーいただきます。うん、あ、うまい。マックとはやっぱ全然違うね、味が。全然違いますね。お肉が結構胡椒効いてますね。うん、これレモンを絞るらしいです。すごい。
うん、うまい。エビバーガー。うん、早っ。お、ゆっくりチキンが歩いてきたよ、チキンが。珍しい。あれですね。いただきます。ありがとうございます。最後の一口。はい。あん、これも最後3本目完食しました。最後早いね、食うのね。ありがとうございます。全然食えそうじゃん、今日。いや、本当にね、このバーガーもいけるかどうかと思ってたけど、エビバーガー完食。カフェオレ飲みました。はい、会員ということでクリアです。よっしゃ。今現在積み上げた金額が7886円。おお、ほうほう、いいよいいよ。残り2114円。いける、これはいけますね。次の注文でいけるか。じゃあ、はい、そうです。じゃあ俺も入っちゃいます。大丈夫ですか。めちゃめちゃ冷たいっすよ。あ、盆踊り始まってる。うめえか。あ、なにこれ、なにこれ。おっしゃっていくって完食。あ、いきました。すごい、ステップ見ながら飲んでる。おっしゃっていくって。わ、楽しそう。飲んでください。ちゃんと飲んでくださいよ。いきますよ。はい、はい、いったー。春巻き行くか。行きましょう。行こう。春巻き専門店東京春巻き。これ一人ずつしか入れないみたいなんで買っていきたいと思います。はい、失礼します。はい、ということで買ってきました。買ってきました。春巻きです。まずこれ。おー、かわいい。海鮮春巻き。お、エビがちゃんと入ってて、はい、かわいいですよね。かわいい。とでかい。ちょっと待って、ちょっと待って。これ生春巻き。でっか。思ったのの倍ぐらいあります。思ったのの倍あったんだけど。焼肉の生春巻きと生ハムとチーズの生春巻き。ーソースも何種類かあって、生、はい、生春巻きに関してはソースが5種類ぐらいから選べるんですよ、ね、うわすごい。これなんかお土産とかね、めっちゃいいよね。喜ばれそう。女性なんで絶対好きだよね。好きですよね。で、合計が1185円。お、全部食べきると8394円です。なるほど。だってね、1000円札あと1枚です。本当だ。これ使い切れば1万円。さあ、ということでこちらが生春巻き。はい。で、ソースは黒ごまとバルサミコにしました、今回。すごい、おしゃれ。じゃあ、もういただきたいと思います。はい、うん、いい音。いい音。うわ、詰まってるね。うん、エビがね、もう透けてんだよ、でかい。うん、うん、うん、うまっ。なんか韓国っぽい、なんかどう、海鮮チヂミ感とか。バルサミは、そんな感じ。はい、じゃあもう、はい、終わります。入った、うん、ケンちゃんナイス。ケンちゃん食いますね。内藤さんとこのケンちゃんは。うちのケンちゃんね、この後見せるから。待ってて、みんな期待してて。はい、ちょっとはみ出すぐらい大きいけど。それじゃあ、お肉ですか。ずっしり。いただきます。いただきます。すっごいヘルシー。サラダですね。あ、そうだね、うん、一口で食べやすいサラダって、うん、この大きさめっちゃでかいと思うじゃないですか。ペロッと食べれちゃいそうですね、うん、中に結構野菜が大きい、うん、これ、あ、チーズが入ってるんだよ。あ、これこれおしゃれですね。おしゃれ見た目。あの、次食べてください。先輩、お酒です。お、すごっ。すごいわ。そうだな、生春巻きを食べる男を見てますよ、今。ちょっと猫背なんだよな。いや、こうギリギリだよ。し、行きます。いった。ちょっと残ったよな。ちょっと残ったよな。必ず見てます。うん、OK です。合格出ました。汚しながら汚しながら、でも嫉妬を繰り広げてます、今日は。なんだ、ちゃんと絶対入らない。行きましょう。てんや行きます。てんや行きましょう。行きましょう。天ぷら無料すごいありますね。これ1000円。もう一個1000円ぐらいのやつ。ごちそう拳銃弁当、これで合計2230円。じゃあ注文します。頼む、はい、通ってくれ。注文通ってくれ。どこで山場作ってんのっていう。あ、あ、俺のカードでちょうど。俺のカード間違えて。プライベートの。わあ、俺のプライベートのカードで注文した最後。自腹だよ、最後。そう。こういうことがあるんですね。こういうことなんだよ、うま。そう。モブタロのカードで今注文したんですけど、最後ね、操作すると注文できるんですけど、そのまま進んじゃって自分のカードで。くそー、2000円おごりです。いやいやいや、15分後早そうですね。よっしゃ、ありがたい。
さあ最後どうする、最後の1店舗あとちょっと、やばいやばいやばい、電話かかってくるの怖い、この時間がね、意外とそうそうそう、この時間がありますね、怖いよね、怖い怖い、ジョナサンとかいいですね、ファミレスではジョナサンがあるの、ジョナジメ、これがいわゆるジョナジメ初めて聞くなジョナジメ行っちゃう、ジョナジメます、ジョナサンで行こうか、 OK です、よし、さあ最後のステージ、ジョナサン、ラスボス、ジョナジメで行きたいと思います、ジョナジメいいんじゃないですか、うん、まあ確かにいいですね、うん、いいですね、よし、行きましょう、行きましょう、さあ最後入ってきました、さあこれが1万円までの全金額です、これシェアする、みんなでシェアしましょう、1個879円、簡単なデザートないから、バニラアイスとか、俺アサイー好きだね、俺アサイー好きで好きだね、いや、じゃあいいね、290円、これね、お、いける、いきましょう、いや、いけるよ、お、いいね、で、これだ、税込みで1600円じゃない、1640円、 OK、 いった、全部で1万40円、よし、食ったら、よし、食ったらいけるよ、よし、OKOKOK、 さあ、ということでどっちなんだ、さあ、最後の店舗逃げ切れるか、だんだんリードしてると思うんだけど、落ち着け、勝てる、必ず勝てる、どうだろうね、相手チーム、ちょっと電話してみる、一回、あ、そうっすね、出んな、ということで、来ました、こちらにーす、でで電話かけた、ちょっと待って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 、一回無視します、ちょっと、え、出ますよ、出ますよ、ちょっと待って、お疲れ様でーす、タイガラスト、ラスト、タイガラスト、タイガラスト、まだ、さあ、いけ、いた、いた、いた、ああ、よし、行った、監督、え、え、何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 、ど、何すか、電波がめっちゃ悪い、はい、ということで、発表しますか、はい、はい、おっくんが、彼女とまだ幸せです、ありがとう、引き続き頑張ってね、なんて、なんて、セーフ、セーフ、電波が悪くてもう全然止まらなかった、本音で受けてました、彼女とまだ幸せですよ、意味わかんない、意味わかんない、意味報告、まだくなんな、うわ、来ましたよ、さあさあ食べよう食べよう、食べましょう、電話来そうよね、そろそろマジで、やばいやばい、うわ、量エグ、注文したのがこちら、ごちそう天獣弁当、はい、で、こちらお得天ぷら盛り合わせ、これペロリだ、俺、どれいきますか、僕、天獣いっちゃってもいいですよ、マジ、どんな感じ、どんな感じですか、いや、そんなもう、お喜びや、正直その言葉は待ってました、誘いました、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございます、行きましょう、じゃあ僕たちこっち、はい、一緒にもうペロリと、いただきます、いただきます、ペリア久しぶりだ、あ、エビいただきます、これはなんだ、アナゴかな、うわ、アナゴ、まだサクサクしてる、アナゴだ、おいしい、うまっ、おいしい、いやちょっとドキドキだな、ドキドキだ、よし、じゃあ食べていきましょう、シェアで、これはシェアで聞いていいですね、うん、いただきます、こっから天井が見せましたよ、天井が見せる、え、天井ダブルで、行ったよ、うわ、行くね、こっちの方がいいですか、多分、はい、こっちの方がいい、こっちの方がいいんじゃん、よし、じゃあ行くわ、天空方式で、ダブル食いトリプル、あ、やっぱ違いますね、うわ、食べやすいですか、うん、噛む回数少ないから来ました、アサイーボール、好きだね、好きなんですよ、そしてお茶ソフトクリー ム、はい、リームこれいったらクリア、これこれ、いただきます、ね、ヤミー引き継ぎますThis is ヤミー、うまっ、おいしい、やっぱ早いから届くのが、まだ出来立てだね、はい、さすがウーバー、一番きついところです。3枚減ってなくないですか。最後のここってすごい。浅い最強と。ラスト。むっちゃ早くないですか。めっちゃ早い。浅いボール食わしたら俺マジ世界一ですよ。ラスト一ついただきます。いったー。さすが素晴らしい。浅いけいちゃん二か。でもこれいけますよ。天でも。うん。うん、おソフトクリーム。なしか、これなしで、なしなしで、なんで絶対使いますね、めっちゃなしです、めっちゃ顔真っ赤、ダメです、顔真っ赤、いきますよ、ピザの耳なっちゃん、もうこー狂気、よっしゃ、行くんだな、行こう、ごちそうさまです、ごちそうさまです、さあお会計して出たら勝利です、よっしゃ、よっしゃ、さ
さっさあこれで KK がお会計終わって KK が出てきたら勝利です。さあまだ電話かかってきてない。怖がって出れないじゃん、もう。うわ、まだ箸が動いてるよ。箸動いてる。もぐもぐしてるね。あー、美味しそうに食べてますね。じゃあね、そのままゆっくり食べててもらってるままでいいんで、うん、僕たちの言葉聞いてもらえますか。はい。いくよ。せーの、スタイリッシュチーム、勝利2回ということで勝ちました。屈辱以外の何者でもないですね。まあ、勝負に負けて、はい、試合に勝ったみたいなところですか。いいように言わないでください。全然、どっちも負けてます。どっちも負けてます。今、いくら分ですか。あと今、これ食べきれば1万円。うわ、よかった。危なかった。あと3分、本当に3分。うわ、めちゃめちゃいい勝負だったんだ。ぜひ楽しんでくれた目指せ1万いいね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。そしてね、チケットで来てくれたケンテューのチャンネルも貼ってくるので、ぜひチャンネル登録してあげてください。さあ、それではまたこの対決やりましょう。第2弾でお会いしましょう。またねー。